ヘンダーソン島とは、南太平洋に浮かぶ島で、ピトケアン諸島に属するイギリス領の無人の孤島である。バウンティ号の反乱事件で、一躍有名になったピトケアン島から約190キロメートル離れたところにある、面積約37平方キロメートルの珊瑚礁の島で、周囲は岩礁に取り囲まれている。この孤島にはかつて、ポリネシア人による社会が存在したが、 後にその社会は消滅し、1606年にスペイン人公会し、ペドロ・フェルナンデスデ・キロスによって再発見された。キロスによると上陸した際は無人島であったが、古代ポリネシア人が生活していた思われる痕跡があったという。その後、島の存在はしばらく忘れ去られていたが、1819年1月17日にイギリス東インド会社のヘラクレス号の ジェームズ・ヘンダーソン船長が島に到着し、ヘンダーソン島と命名した。同年3月2日にも捕鯨船、エリザベス号のヘンリー・キング船長が島に上陸し、船名からエリザベス島と命名したために名称が重なっていたが、19世紀末には、原名のヘンダーソン島で定着した。1820年11月20日に、アメリカの捕鯨船 SX 号が、 南アメリカの西約2000回りのマルケサス諸島付近でマッコウクジラの攻撃を受けて、その後沈没し、乗組員20名が3隻の小型捕鯨船に分乗して12月20日にこの島に上陸した。彼らのうち17名は12月27日に再び、この島を離れたが、トーマス・チャベル、セス・ウィークス、ウィリアム・ライトの3人は島に残り、1821年4月9日に、 救出されるまでの数ヶ月間、ヘンダーソン島にいた。三人は島で新鮮な水を求めて探したが、水は見つからず、その代わり、以前ヘンダーソン島を訪れた、捕鯨船、エリザベス号の名前が掘られた木を発見したほか、島にある洞窟で発体の人間の人骨を発見したと救出された後、報告している。1851年にもピトケアン島民が島を訪れたとき、 海岸で人骨を再発見しているほか、1958年4月7日にも別の洞窟で大人1人と子供3人と思われる4体の人骨が発見され、その後診断で白人の起源だったことが分かった。1966年のアメリカの調査、研究でいくつかの海岸付近や洞窟で見つかったという人骨を調べた結果、その中の1体の人骨などは、 かつて島に定住していた、ポリネシア人のものではなく、十分な食べ物と水を得られず、脱水症状で死んだと思われる、正体不明のナンパ船の白人の乗組員たちの人骨ではないかと見られている。1957年には、ピトケアン島民に救出されるまで、ロバート・トマーチンという、名のアメリカの青年が、ペットのチンパンジーと一緒に2ヶ月間、ヘンダーソン島で、 漂着生活をしていた。ヘンダーソン島には、ヘンダーソンオウム、ヘンダーソンクイナなど5種類の鳥や10種の植物、および昆虫やカタツムリの種の大半が、ヘンダーソン島固有種であるなど、今も手つかずの自然が残っている。1980年代初期に、アメリカの実業家アーサー・エイムラトリフが、牛の牧場や、自分の大豪邸や滑走路建設計画など島を、 開発しようと計画していた。1981年4月に、ピトケアン島の立法議会側も、彼のこの計画を承知したが、イギリスの環境保護団体が島の自然生態と環境を保護するためロビー活動が行われ、中止を余儀なくされた。現在ではこの島の環境全体が、進化検証の場所として保護されている。独特の自然が残る、この島は1988年に、 世界遺産の自然遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。